じゃあ最後はそれでは皆様さよおならーで終わりますか。いいですよ。さよさよさよおならさよおなら。ブブブブ,ブ,ブさよおならー。じゃ幼児と明石の無口な二人。九月二十四日金曜日一ん四マルジ。涙が止まりません。おのろ,ろんおのろ,ろんおのろ,ろん。<laughs> さっきまであのちょっと。 みんなで笑いながら飯食ってたんですけれども失礼いたしました <laughs> 明石栄一郎よりうんで皆様方にお話がございます今日は最後の放送につきプレゼントがありますよ<っ>読まれた方の中から1名に木村明石のオフィスの机の引き出しの中に入っていた記念品プレゼントやったー あですから無口な二人の記念品ではございません、えー、ある番組のものを用意いたしましたの、ね、で、はい、最後に発表しますがゴミじゃありませんから、えーまあ、半分ゴミでございますけど、ね、<laughs> ラジオネーム江倉翔太年齢50歳、はい、番組が今月で終わるんですねそうよそう聞いて僕は肛門が痒くてたまらなくなりました3年半続いた人気番組が終わる俺の肛門は一体どうなってしまうんだ番組の終了後は真っ赤な肛門をいたわる癒しのひとときがなくなってしまうではないか 最後の最後でバカをやる番組にいくなさい期待してますすごいですね肛門が赤いんですねちょっと伺っていいですか、えーえー、審査委員長、えー、はいこういう方が当たったりしないですよねいやまあ一応エントリーに入ってますからえー、<laughs> ええー、えあの <laughs> 前門の門ですからねに虎がいますからこの方ね大変ですよ今日は「さよならスペシャル」っていうことでねそんなしみったれた番組にならないから大丈夫大丈夫札幌中央区の60代のアッキー30代のタッチ毎回欠かさず母と娘で聞いておりましたらしいラジオ番組にメールしてそのメールを読んでいただいたのもこの番組が初めてで 唯一でしたたあ,ありがいやもっとありがたいのはさブラックアウトでラジオからしか外の情報が得られなかった心細さを<ー>お二人の軽快なトークが解消してくれたのがつ <laughs> いこの間のようですという。 あれ今にして思うとまさか S B ラジオも俺たちの録音だって言ってるからさすがに放送はしないと放送するんかいこの状況で大丈夫なのか放送してという、ね、いや私もゆっくりしました。やった。やってるよえこれでってもうこれ怒られるぞ <laughs> 絶対と思ったら意外と緊迫した中でねいつもと変わらぬあのバカバカしいことやってくれるのが助かったという人も一部にはいた。<laughs> <は>でもちろん激怒した方もいた。<laughs> それはそれはもう仕方がない。それはね、まあわり。 言ったら1割5分ぐらいかかなあの喜んだ方ね,方ねじゃあ8割5分激怒なのかよ <laughs> まあでもそんなもんなんだよ別にね社会的に悪いことしてるわけではないから,、ね、からそう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 冒頭にお住まいの北のチルドレン久々にメールをいたします。うんうん スマホで文章を打つ時予測変換って便利ですよね、うん、というかね、うん、たまに予期しない変換候補が出てきて笑ってしまうことがありませんさあここからですよ木村さん、はい、先日テレビでやっていた木村拓哉さんのレシピを検索しようとした時ポチポチと木村と入力したところ拓也よりも先に「陽二」が変換候補として先に出てきましたほら木村と言ったら木村拓哉木村陽二来た勝ったよキムタク 壊れたんじゃないのそれ大丈夫 <laughs> あおかしくなっちゃったんじゃないのその機会元国民的アイドルの木村元じゃないよってあんた北のチルセンも元国に元つけるんじゃない今もだちゅう国民的アイドルの木村拓哉さんよりも現北海道民のアイドル木村陽二さんが先に出てフフッとなりましたーとすごいですね拓哉バンバン出てるでしょ今はねー,あーもう勝ちましたよこれはやったねーやったよ多くの道民の皆さんも木村陽次赤志一郎が返還候補の上に出て <laughs> いやそれはないからただからごくごく一部だ一丸に満たない人たちなんだけど<ー>これはでも面白いね<ー>変換候補で時々とんでもなく変なエッチな言葉が変換でね出てくることが多いからさそう,、ね、こういうことを教えてくれるのもリスナーやったねお,おならって入れると「おな」までいったら「あそっちじゃなくて」ってすごいのが出てきちゃったっ <laughs> なんでカタカナが出ちゃうのかなんておかしい俺そんなものを検索しとるんかい <laughs> 俺のスマホでー <laughs> ラジオネームテッちゃん二十八号四十七歳男おなおなお二人こんにちはどうも先日の放送で木野さんが濃いカルピス出す家って金持ちだーよねーっていう話がありましたけどだ私だったんじゃなくてなんて ね、リスナーがいたいっ,ってことでしょでも俺もその気持ちわかる。わかるでしょ。うんうん、で、僕文句言いたいですって、47歳。うん、なんで？オレンジ味やグレープ味のカルピスを出す家の方がもっと金持ちだと思いますっていう。じゃあ俺はそれをそその人なんていう人？ てっちゃん十八号てっちゃん十八号最後だからごめんなバッサリ君を切るけども、うん、俺がガキの頃にはそんなに種類あるカルピスじゃなかったんだよ以上オレンジ味とか,味とか <laughs> そんなものは俺がガキの頃はなかったんだよいいあったかもしれないけど俺は買ってもらったことねえんだよ <laughs> <laughs> うわ悲しいめちゃくちゃ悲しいもうこれ事件だったんですよほんとオレンジとグレープが出てきた時 そんなもんじゃないでしょあの白いカルピスでも、高級な牛乳使ったやつとかもあるでしょあるあるあるすごいの、あれも結構うまいのねだって自動販売機でまた濃いカルピスと普通のカルピス。そうそうそう。かせすぎだって言いましょう,そう。それでさ、あの、初めてさ、かき氷にさ、あの、いちごとかメロンのシロップじゃなくて。カルピスの原液をかけて食った。あれうまかったな。あ<ー>、あ<ー>こんな、こんなうまい、かき氷があるんだと思って、びっくりしちゃった、俺たちは どんだけ悲惨な少年時代だったんだみたいなさ <laughs> 今そんなことを小学生に言ったらバカにされるよねそうそうおじさん方何の話してんのかって言われちゃってさいやそういう一瞬があんのよあるんだよこれが、うんえー、ラジオネーム「ルーク・シュポール」はい「職場で修羅場」もう最後の最後に新コーナー来ましたから。<laughs> <laughs> 職場で修羅場ば、<laughs> ってはいたような新コーナー、<laughs> 最終回にありますよ。<laughs> あなた募集したんだ職場で修羅場来ました、来ました。来たそういですよ。はい、私がよく行っていた下町の天ぷら屋、昼は天丼を求めて開店前から長い行列ができるおいしい店なんですが、うん、老夫婦と息子さんがいつも喧嘩をしながら天ぷらを揚げている、<う>狭いカウンター席の目の前で揉めながら出てくる味噌汁と天丼。最初はビビりましたが 慣れたらそれもまたこの店の名物とも感じられましたしかし初めて来た人からは明らかにドン引きとなっており、うん、食べログなどでも客の目の前で喧嘩するひどい店 <laughs> などと書かれておりました <laughs> 食べログとかってあれは容赦ないといか容赦ないからねわ <laughs> かるわただ食べログの文化は全く否定しないんだけどあれを100%信じるんじゃなくてやっぱり自分で行って確認すべきだよね <あー S 1> そうそうそしてあ,、ね、あここでも俺はこの店 ネット上は評価低いけど俺ここ好きだなって必ずあるからそういうのがある全てを受け取っちゃダメよれは絶対目の前でお店の人が喧嘩する店って何軒かあるよ親親子喧嘩の方が多いのよスタッフ同士ってねそんなに嫌な感じになるんだ親子喧嘩はそんな嫌な感じにならないからまた始まったよ親父さんと娘がさみたいなのあるんだけどこれ許容範囲ではあるでもお客さんの前で喧嘩するってどうよって感じよ商売し うん、常連だけだだけけったらいいんだけどねラジオネーム陽ちゃんが好き<い>この際お二人独立して掘ったて小屋でも何でもいいからラジオ局を立ち上げて、うん、真無口な二人をやったらどうですか、うん、同じ気持ちの方は何千何万と今 STB、うん、ラジオの前にいらっしゃると思います。ど、うんはい、どうかどうかか この方ね、枯れ果てた中年女性のあちこちに潤いを与えてくださる無口な二人なるほどやめないでー または復活してと切に今ラジオの前で願っております。まずラジオ局を立てるのはまあ億単位何十億の金もかかりまして国の免許事業ですから無理ですね。無理。その前にやるならユーチューブなら意外と簡単にできる。時代はそっち行ってからな。これがな。じゃあこの辺で C.M. 言ってあれかい。あのさあ構成者決めようかな。はい。うん。 引き出しの中の残りもんプレゼント当選者、はい、職場で修羅場ルークシュフォールおめでとうおめでとうございます、えー、私からは机の奥になったうまいっしょクラブのロゴが入った鉛筆一本だけ残ってました <どう S 1> これは安いけど珍しいでし私はね、えー、あの一発行こうよっていうテレビの番組で作ってくれた木村洋二役員って書いてある千茶の神社とに貼っ,ったりする、えー 一枚だけありましたから差し上げますルークスポール送る先教えてくれそれでは皆さんありがとうございましたせーのさよ,さよおなら,ーおならーブーブー